イドー、バーチャル YouTuber じゃないです。今回は、ちょっと撮って。はい。はいよ。これね、重いね、これも。電動ガン、グロック 18C、実況ちゃうわ、レビューや。レビューをしていきたいと思います。このレビューですね、なぜ、14歳の方が対象年齢18歳以上の、あの、電動ガンを買っていくのかというと、彼に聞いてください。聞かないでください、ね。まあ、レイチ君が買っていくと。新世代のフロード、ハンドガン。高出力バッテリーパックを完全ビルトイン。セミフル一火力。これですね。これ重要。見える?世界ナンバーワン、電動入り日本製。あ、重いってマジでこれ。お前がやれよ、もう。じゃあ俺持つわ。はい。お、はい。まあ、横はね、こんな感じですね。ちゃんと中国で来る日本製。そして安全弾適合と。ほんとね、これ重いんだよね。18歳以上の、特許取得済み、そして警告を読んでいこう。発射した BB 弾を30メートル、50メートル到達させるの、強いね、お前。ご使用には、必ず取り扱い、まあ、放置で。はい、次。バッテリー、充電器、別売り本体セットですが、Amazon で買うと、なんと、これとこれが同時について、21,800円。この価格、気持ちいいんです。右側さっきの。これもちゃんと見ていこうね。まず、この電動ガンのバッテリーパック。バッテリーパックか、知らんわ。これを充電するために、これもね、これを買った瞬間に、この2つがついてくると、この価格、気持ちいいんです。はい、次行こう。はい。はい、それでは、これを開封していいよね、もう。いい?もう開封していきましょう。まあ、初手はね、ちゃんと。上から取った方がいいんだね、って思った。これね。じゃあ、お前が知ってんの?意外と取れた。やった。それでは、開けていきましょう。さあ、この玉手箱を開けていく。あ、そんなでもない。うん、まあ最初は。これはここに置いて。まあ最初は、まあいつものように。取り扱い説明書。応募券、安全に関する重要な注意。そして、あの、いつもの黄色いやつ。で、そして、これの取り扱い説明書でしたね。まあ中の付属品というか、まあそんな感じで。書類は。まあ、書類はまあ、あの、いつもの、ライちゃんの銃と一緒やから。入ってるもん。ただ、中身は、こんな感じとなっております。はい、こんな感じ。見えねえ。結局。まだマスク外さんぞ。毎度のごとく、ホップアップ調整。ホップアップ調整と、まあ、トリガーガードにくっついてない。はい。あ、やっぱね、あ、弾は入ってるのかな、今回は。試写用 BB 弾が多分。はい。それではね、まず、取り出して。取り出していく。あ、意外とね、重いですね、これは。意外と重いです。さあ、よく見ていこう、これは。ワーニング、警告。まあ、いつもの、まあね、あのサバゲやってる人にはよくわかるような、いや絶対ルール守りみたいなね、見せた方がいい。これはまあホップアップ調整、ホップアップ調整と、あと銃口人に向けるな。はい、はい、これと、まあ、はい、あれは銃口は、銃口はまあキャップが、はい、こんなキャップをついている。そして次ですね、はい、こっちで、メイドインジャパンとちゃんと書いてるし、東京丸いっていう刻印ですね、ちゃんと入っています。まあ、ここに確かにね、グロックとも書いてある、書いてある、うん。そして、ね、ちゃんとスライドはダメだね。スライドは動くか。動く。ちょっとこれあれを外すときに、ね、外し、あれ動くんだ。ちょっと一回外しましょうか。これね、手袋あるときがむずいんだよね。外すからかし。お願いだわ。ありがとう。スライドは動かないですね。動かない。確かに。まあ電動なので動く必要はないと。まあ動いたらとんでもないことやるわ。まあちゃんと動かない。ちゃんと動かないですね。ただセーフティーがかかってるだけかもしれない。いや。ちょっと A かな。多いよ。今回は試写 BB 弾が入ってないですね。そんなことあるか。あるんね。ないんだもん。ここの裏とか。入った。あるんかい。じゃあこれを開封していきましょう。あ、無駄になんか綺麗な箱だな。無駄にね。ちょっと綺麗に開けてほしい。ここに 100% 10カカオチョコレートあればおもろかったのに。じゃあ開けていきましょう。はい、いつもの。これはバイオか。バイオじゃないよ。まあ、バイオじゃないんだ。ジュシーやん。ジュシーやね。ああどうしよう、まあこれだけ取っておいて、まあ、箱に戻していくと、箱を戻していくと、これね意外と難しいんだよね。そうか、こうか、意外と他に付属品はで、この銃と、あ、このいつものね、あの弾積み用のロッドが、まあ、これを死人で刺したら気持ちよさそうですけどという、付属品は、まあ、こんな感じですね。付属品は普通に、手袋重い。もう外せや。
はい、まあこんな感じと。だよね。あれはなんで傾いてんの？これ。箱をた。じゃあ次はね。立たせてみて。はい。そんな感じだね。マガジンとか見ていこう。なんかあるよ、こんな感じのお菓子が。あるね、確かに。カチャッてやったら。カチャッて。パッて。ロリポップ。ロリポップちゃうな。スライダーなんとかだっけな。知らんわ。知らんわ。お、これすごい。このグリップの後ろにもグロックの刻印が。おお。まあこれはグロックじゃいつものことでしょ。まあ。まあね。パクっていうところで。まあ、で裏は、まあ、何もないですね。だからネジとかどうのこうのくらい。さあ、こっちは多分バッテリーかな。こっちはバッテリーだな。セレクター動くからやってみて。どうやるねん。あの、セレクターが、フルセミの切り替えのところが。あ、フルセミのとこ。ここ。そこ。動画でもうあの、あら、こうやな。これがセミで、で、これがフル。これはガス同様に動くんか。これは、電動ブローバックの時はね、あの、うん、動かんかったよね、そこは。お？マジで。おっと。え、ここはですね、ここのボタンを押すと、押す。俺に打つな。いて。押すと。お前がやれよ。おぉ。ここが開くらしいですね。茶色が外れる。おぉ。はい、すごい重いですね、これは。あ、意外と重いね。金属か。ではないかもしれんけど、金属使ってる。アルミじゃねえな。あ、これ大事なところだけ硬くやった。硬いですね。それ壊れたら終わりよ、ここ。戻しとけよ。で、ここがホップアップ調整。おぉ、ホップアップ調整。で、ここに、バッテリーを入れるらしいです。おぉ。でもこれがあれじゃないかな、セーフティーかな、どうだろう、後ろじゃない、この後ろかな、どれ、このここの後ろ、これこれそいつ、ガスはそれがセーフティーだった、これうん動かないかな、動かないね、なんで分解動画みたいになってんの、これじゃない、うわこれだわ、おほんまな、これセーフティーでしたね、それがセーフティーか、おトリガーが危険くなった、これはセーフティーがかかってないですね。で、やると下に行くと、あ、かかりましたね。それガスとちょっと違いが。はい。ガス。で、まあとりあえず。じゃあグリップも違うわ。後方、こっちやもんね。まあね。おあの、グロックの刻印がない。ガスには。まあ、今度。まあこの後ろの部分が、ちょっとケツの部分が操作がね、ここでやるらしいから、電動は、そうそう、ここで、でも一応ここも動くんや、へえ、そっちも、そっちも一応動くって、動きますね、セレクターの違いが、ね、よいしょ、うん、うん、うん、あ、やっぱここで切り替えするの、ここで切り替えだと思う、でこの後ろの部分で外すってことか、はい、ここが違う、ここで押したら外れるらしいですね、ガスの場合はね、あのちょっと違って、うん、ここさっきあっちやったセレクターになっていた、ここを、うん、まあ押してもらえば、わお、どうなったの、かっけえこういう風に外れる、待って、外れちゃいかんように見えたんですけど、うん、一瞬ここはあの電動だったら、はい、まあガスは、分解用だけど、あっちはセレクターになると、ちょっと怖いわ、怖、まあ、ちなみにガスの場合はここがセレクターで、ここまでしか分解されないのに、そっちすごい分解されるもん、うん、あ、中比べてみるか、比べてみる、分解、いやすんごいぐらい分解されてる、こんな感じか、やっぱあの上側ちょっとメカボックスが見えるというか、ホップアップ調整もなんか違いますね、ホップアップ調整はこのガスの場合はスライドのあるここやるんだよ、あ、そんなとこで、このちっちゃいとこで、これはまあそれなりに大きさってことか、これホップが上がると、待って硬い、マックス、いや待って硬い、もうホップ調整結構硬いね、中華製は結構柔らかいけど言うなそれを、ちゃんと回りますね、はい、こんな感じよ、このグロックよりね、まあ私はね立ってる、まあ、この字をね軽いからこっちをおすすめしていきたいなと、あの動画の内容が全然変わってくるんだよなんていうかね、内容が全然変わってくる、これ私よく使うわけよね、
でこっち多分ね重いよ結構、意外と重いのよ、見た目は軽そうで重いのよ。いやもうパワーの、うん、パワーが、ね、威力もどうのこうのだし、いやこっちの方が強いって言わない、電動銃やから、まあ、さっきのあのこっちの方はでもロマンやから、こっちはまあロマン求めるなら、ロマン求めるならこっちなんよ、やっぱり実用性を考えたらやはりで、実用性を考えるとやっぱこっちになるわけよ。それはね、バガジンだって、まあ、まあ、砂漠初心者の方とかだったら、まあ、こっちを買うのをおすすめしていきたい。まあ上級者でもこっちの方がいい、上級者でもね、まあある程度のあのネタに走った人だけネタに走る人は、まあ、やはりね、まあ、この字をおすすめしていきないなと、まあ、次元大好きのようにはできないっていうことがね、うん、分かりますけど、まあね、あの大ちゃんが前回ね、これね、はい、先日レビューした、あの先日大ちゃんがね、あの前日、レビューした逆回のこれスピードローダー、ここで使ってこのスピードローダーね、なんか落ちた、カートリッジが落ちた、重いんよね、まずこっちはさ、やっぱさ遅いわけよ、6発弾も、うんね、遅いでしょ、まあ、こうやってね、これを何個もありゃそりゃ大丈夫なわけよ。そうそう、でさ俺がね1200円だっけね、これ一つ、まあリロードするよこれちょっとやり方が違います、ね、ちょっとね、まあこれ押すだけでいいから、まあ押すだけでいいんだよ、回す必要ないっていうね、これがね、あのバカがリロードした結果なわけよ。でもさ、さ、まあ、こっちの実用性あるやつあるじゃん、これどこだっけ、こっちか、これじゃん、これやぞわかる、だから何、このリロードまでの速度、それだけで済むわけ、これだけで済むから、もう一個あったらこれを入れて、お二人ね、だからまあ要するにオートマチックよりリボルバー、リボルバーは、うん、あのダメだという、そうじ、あのね、ロマンを求めるならこっち、ネタに走るなら一発打ってますか、オッケー、うん、ま、なんか超あ、